本日の講義はここまで。起立。礼。帰ろう。あ、ウテナ、それにアンシ。そういえば君の寮ってまだわからないんだったよね。うん、これから理事長さんに教えてもらいに行くの。そっか、じゃあ一緒に帰れないかな。そんな、理事長室に行かないで一緒に帰っちゃおうかな。それじゃ寮がわからないじゃないか。明日から一緒に帰ればいいんだから、今日はちゃんと行かなきゃ。うん、そうね。ねえ、ウテナたちはどの寮なの？僕と姫宮は東館だよ。僕たちともう一人しかいないから、いつでも遊びにおいでよ。ありがとう。じゃあ理事長室に行ってくるわ。僕が理事長の大鳥昭雄です。といっても代理ですが。うわぁ、かっこいい人。理事長なんて言うから説教臭いじいさんかと思ってたのに。まったく大鳥学園って何から何までゴージャスなところだな。あなたの寮は東館の2階22号室です。荷物ももう届いているはずですよ。東か、ウテナと同じだ。おや、なんだか嬉しそうですね。あ、その、今日友達になったこと同じだったので。友達ですか。友達はいい。おしゃべりをするだけで心を軽くしてくれますからね。学園の地図です。ここは広いですから。現在地はここ。ここからこう行って、ここにフェンシング場があります。白亜の綺麗な建物ですから、すぐにわかると思いますよ。この脇を抜けると近道なんです。白亜のフェンシング場、パパの言ってた通りだ。ほら、ここが東館です。この道なら5分とかかりませんよ。はい、ありがとうございます。卵の殻を破らねば、ひな鳥は生まれずに死んでいく。我らはひなだ。卵は世界だ。世界の殻を破らねば、我らは生まれずに死んでいく。世界の殻を破壊せよ。世界を革命するために。東館に新たな住人が増えた。へえ、東館に。バカな。東館にはバラの花嫁とエンゲージした者しか住めないはずではなかったのか。しかし世界の果ての許可なくして東館に住むことはできない。その通り。つまり東館の新しい住人は世界の果ての意志によるということだ。転校生だって。その子興味をそそられるね。
イレギュラーな事件。そういえば天井先輩も転校生だった。転校生。そこで今宵の仮面舞踏会に彼女を招待しようと思う。異論のあるものは？ふん、好きにしろ。楽しそうじゃないか。では異議なしとして、生徒会の名で彼女を生徒会主催の仮面舞踏会に招待します。よろしいですね？ああ、頼んだぜミッキー。ここがお父さんの言ってたフェンシング場か。綺麗な建物、西洋の神殿みたい。扉も大きいし、窓枠のところにもこんな飾りがついちゃって、なんか別世界って感じ。なんか私、観光に来たおのぼりさんみたい。でもちょっと覗いてみようかな。誰もいない。今日は練習ないのかな。部員は30人ってとこか。結構いるんだな。前の学校にはフェンシング部なんてものからなかったのに。こういう名札って一番初めにあるのが部長さんだよね。部長さんは三丁院千草か。すごい名前。この辺りからして違うよね。ん？顧問の先生の名札がないみたい。顧問の先生いないのかな。でも変ね。お父さんは顧問やってたのに、今と昔じゃ違うのかな。やっぱり誰もいないみたい。今日は練習お休みなのかな。あれ？あの壁に絵が描いてあるみたい。なんだろう。なんだろうこれ。落書きにしては大胆だよね。これ朝の人？確か西園寺とか言ってた。こっちの人影はウテナに似てるな。どういう意味だろう。やっぱり誰もいないみたい。今日は練習お休みなのかな。なんだか趣味の悪いカレンダーだな。25日に赤丸がついてるけど、大会でもあるのかな。あれ？この日付、15年も前のカレンダーじゃない。変なの。やっぱり誰もいないみたい。今日は練習お休みなのかな。あれ？このロッカーだけ開いてる。誰のだろう。三条院。ああ、部長さんだったっけ。閉め忘れちゃったのかな。どれどれ。触るな。誰この人。フェンシング部の人？男の人かな。それとも女の人？なんだか華麗すぎて近寄りがたい感じ。でもそれが嫌味じゃない。貴族ってきっとこんな人のことを言うんだろうな。小説の中や舞台の上以外に本当にこんな人がいるなんて。誰だ。あ、私と言って、今日転校してきたばかりで。なんだって。もう一度名前を。そんな怖い顔しなくてもです。父の名は正臣、母の名はこと。
どうしてそれを…そっぽ向かれちゃった。でも相変わらず怖い顔してるんだろうな。部員以外は出て行ってくれないか。ここには個人的なものも置いてある。泥棒呼ばわりされても言い訳できないよ。あ、はい、すいませんでした。はあ、驚いた。やっぱ勝手に入っちゃまずかったよね。それにしても今の人、綺麗だったな。現実じゃないみたい。朝の三人といい、理事長といい、大鳥学園ってやっぱり違うな。あ、ウテナだ。そっか、荷物が届いて私が東館に入るって分かったんだ。ようこそ東館へ。荷物届いてますよ。ありがとう。君の部屋は2階の22号室、僕らの部屋の隣だよ。さあどうぞ。掃除してくれたの？僕は荷物を運んだだけ。掃除したのは姫宮だよ。ありがとう、アンシー。どうもどうも。キュウ。え？キュウキュウ。何この声。他に誰もいないのに空耳かな。やっぱりちょっと疲れてるのね私。キュウ。やっぱり聞こえる。ウテナ、この部屋何かいるよ。ああそうか、チュチュも手伝ったんだよね。ごめんごめん。紹介するよ。この東館の3人目の住人で僕らの友達、チュチュだよ。チュ？じゃあ3人目って。そう、彼だよ。チュチュ。猿なんだろうな、これは。はじめまして、私今日から一緒に暮らすことになるけど、よろしくね、チュチュ。チュチュ。よかったな、チュチュ、新しい友達ができて。チュ。ねえ、僕たちの部屋でお茶でも飲まない？姫宮が用意してくれてるんだ。そろそろお茶もできてる頃ですわ、ウテナ様。いいの？それじゃあお邪魔しちゃおうかな。そういえば生徒会からこんなものを預かってるんですけど。なにこれ、メッセージカード、招待状？まさかラブレターじゃないよね。これがウテナ様、こっちがあなたのです。アンシーのは？ありますよ、ここに。なになに、仮面舞踏会？はい、今晩6時から生徒会主催で行われるそうです。転校生の方もぜひにって。仮面舞踏会、前の学校じゃフォークダンスがせいぜいだったけど、なんか知れば知るほど別世界って感じだって。どうする？でも舞踏会に行くドレスなんて。私大丈夫ですよ、私のを貸してあげますから。え、本当にいいの？はい。キュー。よーし、そうと決まったら早速出かけよう。うん。仮面舞踏会なんて初めて。
これが生徒会が主催してるもんだなんて。うわぁ、あのシャンデリアすっごく高そう。テーブルに並んでる料理も見たことないものばっかりだし。いらっしゃい、姫宮さん、天井先輩。トキ、かわいい男の子。なんて綺麗な目をしてるのかしら。まるで水晶でできてるみたい。やあ、ミッキー。お招きありがとう。うわあ、姫宮さんのドレス素敵ですね。まるでバラの花が咲いたみたいですよ。どうもどうも。よく仮面をつけてるのに姫宮だってわかったね。それもやっぱり愛の力ってやつ。からかわないでくださいよ。だいたい舞踏会にそんな姿で来るのは天井先輩くらいですよ。ああいうヒラヒラしたのって好きじゃないんだ。それよりミッキーはどうして仮面つけてないの？僕ら生徒会メンバーはホストですから、お客さんと混じっては困るでしょ。ところで、そちらの方は？ああ、紹介するよ。今日転校してきたばかりの。あ、です。はじめまして。僕はカオル・ミキ、中等部の1年です。ミッキーはね、フェンシングもピアノの腕も全国級で、大学のカリキュラムも受けてる秀才なんだよ。年下か。何を話したらいいんだろう。綺麗な目をしてるのね。まるで水晶みたい。そんな。フェンシングすごいんだって。私の両親もちょっとフェンシングしてたのよ。そういえば引っ越しの荷物の中にサーベルがあったよね。へえ、それじゃああなたもフェンシングを？私は全然興味ないわけじゃないんだけど、なんかやりそびれちゃって。だったらフェンシング部に見学に来ませんか？うちは女子も多いですから。ありがとう。じゃあ楽しんでてください。僕は料理の手配や音楽の指示なんか出さなくちゃいけないので。やっぱり来るんじゃなかったな。だいたい舞踏会なんて柄じゃないんだよ。だったらどうして来たの？断ったら失礼かなと思ったし、それに。それに？なんでもないよ。一人では行きづらいだろうと思ったんですよね。え？じゃあ私に付き合ってくれたってこと？せっかくだから料理くらいつまもうよ。ほら姫宮も。ウテナって優しいな。やあ、よく来てくれたね。すっごい美形。ミキ君と同じ服を着てるところを見ると、この人も生徒会の人なんだろうな。それにしてもウテナといい、この人といい、大鳥学園ってなんでこう美形ばっかなんだろう。なんだあんたか。なんだとはご挨拶だな。君のナイトがダンスを誘いに来たのに。勝手に言ってろ。やれやれ。で、そちらは？ああ、彼女は紹介できないよ。プレイボーイのあんたなんかに紹介したらどうなるか知れたもんじゃないからね。おいおい、舞踏会に招待したのは俺だぜ。それはないんじゃないか。それとも焼いてるのかな。誰が？俺は桐生東賀、この学園の生徒会長をしている。何か困ったことがあったらぜひ相談してほしいな。特に君みたいに可愛い子は大歓迎だから。可愛いだなんて、やっぱプレイボーイって話は本当なのかな。と言います、この度はこんな素敵な舞踏会にお誘いいただいてありがとうございました。私舞踏会なんて初めてだから。何、緊張することはありませんよ。友達とおしゃべりするのもいい、食事を楽しむのもいい。
でも舞踏会は踊るためにあるんです。男が女性にこうして手を差し伸べて初めて舞踏会の甘い夜が始まるんですよ。うわ、手を取られてる。踊っていただけますか、お嬢さん。行ってらっしゃい。そいつ手が早いから気をつけろよ。ねえねえ、トーガ様と踊ってるの誰？最初にトーガ様と踊る名誉はスポーツや学業で優秀な成績を収めた子だけなのに。見かけないわよね、あんな子。なんか注目されてるみたい。それも敵意っていうか嫉妬っていうか、そんな感じの視線。どうしたの？落ち着かないみたいだけど。それとも他にお目当ての人でも見つけたのかな？いえ、そんなこと。この人なんとなく誰かに似てるな。誰だろう。天城君と同じ東館なんだって。寮の方はどう？気に入った？放課後に理事長さんから言われて初めて住む部屋を知ったんです。だからまだ30分くらいしか住んでいないので。理事長に会ったのかい？ええ。そう。ところで前の学校では何かクラブ活動とかは？例えばフェンシングとか剣道とか。いえ、前の学校では特にクラブ活動とかはしてなかったんです。フェンシングとか剣道なんて全然。お父さんは昔ここでフェンシング部の顧問をしてたそうなんですけど。そうだ、この人お父さんに似てるんだ。ご両親ともこの学園の出身？はい、フェンシング部で知り合ったそうです。でもお母さんは大して強くなかったみたいです。きっと私お母さんに似たんですね。そう、大鳥学園の。どうしたのかな、急に黙り込んで。私なんか気に障ること言っちゃった？あのん？あ、ごめんよ。レディーと踊りながら考え事をするなんて失礼だったね。いえ、そんな。音楽が止まったようだ。二人の時間は終わりらしいね。とても楽しかったよ。君とはまた話をしたいな。素敵な笑顔。女の子がメロメロになるのもわかるわ。私だって。それじゃあまた。今度は二人きりで。どうしよう、ウテナたちとはぐれちゃった。二人ともどこに行ったのかな。仮面を外してれば向こうで気づいてくれるかとも思ったんだけど。この声は。どうした、これが欲しいのか？ほーらほーら、欲しかったらもっと手を伸ばせ。あいつ朝の男だ。チュチュがいじめられてる。どうしよう。正々堂々と真正面から止めるのが正しい姿よね。仮面を外して。よし。ちょっとやめなさいよ。ん？その声は。弱い者いじめして何が楽しいの？またお前か。猿といい、お前といい、どうしてこうお邪魔虫が。お邪魔虫じゃないわ、っていう名前があるんだから。ふん。この生徒会副会長にして剣道部部長、学園のヒーローでもある西園寺恭一に対してなんという無礼な態度か。はあ、やはり女はつつましやかでなければならん。例えばアンシーのように。アンシー嫌がってたみたいだけど。これだから素人は困る。あれはつつましき女性の恥じらいというものだ。そうかな。あれ、倒れてこない。確かにこっちに倒れてきたのに。
食材を受け止めてくれてる。この手、まさか。あの大したことではない。あ、左手、やけどしてるじゃないですか。早く冷やさないと。大したことないと言ってるだろう。それより、あの猿、もっと厳しくしつけることだな。困ったな。あの二人、結構目立つと思ったんだけど、全然見当たらないな。いた、アンシーだ。でも、どこに行くんだろう。ともかく、ようやく見つけたんだし、追いかけなきゃ。ねえ、君、向こうで少し話さない？え？この人たち、何？バルコニーはとても風が気持ちいいよ。仮面はどうしたの？なくしちゃったの？何これ、もしかしてナンパ？そりゃ舞踏会は紳士淑女の社交場だけどさ。アンシーを見失っちゃうよ。すみません、どうしてください。そんなこと言わないでさ、行こうよ。ねえ、もうしつこいな。散れ。すごい縦ロール、しかも似合ってるのがすごい。プロポーションもいいし、凛々しいし、なんだか昔の貴族がそのまま抜け出してきたみたい。ちょっときつそうな感じだけど、この人も生徒会メンバーなんだろうな。おい、アリス川ジュリだよ。行こうぜ。はあ、ようやく解放されたわね。でもアンシーは見失っちゃった。あの、ありがとうございました。私と言います。では東館に入居した。はい。でもどうして？君は有名人だからな。生徒会メンバーの中では有名人。どういうことですか？そのうちわかるさ。どうしよう、なんか話さなくちゃ。話題。あの、アリス川先輩ってとても強くてかっこいいですね。私も先輩みたいになれたらな。私は強くなどない。え？でも、いつだって私は強くなりたいと思っている。先輩、なんだか寂しそう。胸のところで握りしめてるの、ペンダント？ううん、ロケットかな。よかったら今度フェンシング部に見学に来るといい。肉体的な強さが自信につながることもある。あ、はい、ありがとうございます。アリス川ジュリさんか。同じ女として憧れちゃうな。強くて、美人で、かっこよくて。でも胸元のロケットはちょっと気になったかな。恋人の写真でも入ってるのかな。お嬢さん、踊っていただけますか？あれ、この人、フェンシング場で会った人かな。さあ。ねえ君、バラの花嫁って知ってるかい？え？手に入れると世界を革命する力が手に入る。どうしてそれを？この指輪、あなた生徒会の人？デュエリストが皆生徒会メンバーとは限らないさ。現在の勝者、天井ウテナもそうだ。あ、だが彼女がバラの花嫁とエンゲージしていられるのはあと少しだ。どういう意味？まさか。天井を打てた。もうすぐ決闘する。そしてこの人の瞳、なんだか怖い。どうして？お前は消える。え？
大丈夫だった？ええ、ありがとう。それにしても、生徒会主催の舞踏会を妨害するとは、大した度胸じゃないか。感心してる場合じゃありませんよ、ジュリさん。これは、僕ら生徒会に対する明確な犯行です。そうせくなよ、ミッキー。まだそうと決まったわけじゃない。おい、転校生。お前の背中についているのは何だ？ガラスが割れる音は、グラスが用意されていたテーブルを慌てた生徒が倒した時のものです。倒した生徒の方を調べましたが、特に問題ありません。単純な事故のようです。それから配電盤の方ですが、こちらはブレーカーが落とされていました。配電室には鍵がかかっていたはずだが、鍵を壊したり細工したような跡はありません。おそらく合鍵を使ったのだと思われます。そんなことより、問題はこいつの背中のメッセージカードだ。おい、転校生、背中にカードをつけられたのに気づかなかったのか？私、一体いつつけられたんだろう。照明が消えるよりずっと前だったら誰か気づくだろうし。じゃあ照明が消える寸前？そういえばあの人。あのさ、どうでもいいけど、なんだってこんな寒いところで話し合わなくちゃいけないのさ。ちゅ、女子が腰に手を当てて威張るな。猿も天井の真似をするな。僕の勝手だろ。すいません、天井先輩。一応生徒会の話し合いなので生徒会室を使わないと。そんな拘束があるんだ。それじゃあしょうがないな。いや、雰囲気が出ないだけだ。なんだって？とにかく決闘ゲームに我々の知らない未知の参加者が現れたことは確かだ。しかもその参加者は我々に対して好意的とは言い難い存在のようだ。各自十分に気をつけるよ。天井ウテナ君、君もだぞ。え、僕も？バラの花嫁とエンゲージしている君が標的になる可能性は十分ある。めんどくさいなあ。だいたいなんで25日なのさ。いつもみたいにすぐ決闘してくれればいいのに。確かに不可解ですね。どうして3日後の25日を指定したんでしょう？3日あれば天井ウテナに勝てるとでも言うのかな？おい、どうなんだ転校生。私は。よせよ西園寺、彼女は関係ない。転校してきたその日にこの事件だ。偶然にしてはできすぎてる。背中のカードにしても自分で貼ったとすれば説明がつく。決闘を3日後に設定したのも、それだけあればお前の弱点を探り出せると。そんな、疑われてる。私、疑われてるの？私だって被害者なのに。いや、そんな冷ややかな目で見ないで。でも転校したての私が何を言っても説得力ないし、こうなったら自分で犯人を捕まえるしかないわ。いいわ、私が犯人を捕まえるわ。へえ。犯人を？西園寺先輩、それなら文句ないでしょ？ああ。この状況じゃ疑われても仕方ないけど、私はやってない。俺は信じるよ、君のその言葉。誰が犯人かは25日になれば分かることだ。確かに今回の事件についてはあまりにも情報が少なすぎます。
各自が最善と思う行動を取るしかないでしょう。よかった。とりあえず犯人って決めつけられなくて済んだわ。でも勢いに任せて真犯人なんて言っちゃったけど、大丈夫かな。天候早々大変なことになっちゃったな。はあ、まあいいや。こんな時は早く寝ちゃうに限るよ。って、あれ？ベッドがないや。どうしよう。でも、ウテナたちと一緒に寝るなんて。今日友達になったばかりなのに、厚かましすぎるよね。仕方ない。一人寂しく寝ますか。ま、幸い毛布だけはあることだしね。もぞもぞ。ちょっと床が硬いけど、我慢我慢。今日は疲れた。なんだかとんでもないことばっかりで。チュチュチュ、一緒に寝ようってこと？チュチュ。ありがとう、チュチュ。今日はいろいろ大変だったけど、私頑張るから。チュチュチュ。え？心配するな、俺が守ってやる、ですって？ありがとう、チュチュ。チュチュチュのおかげで、今日はゆっくり眠れそうよ。お礼に。チュチュフフフ。真っ赤になって照れてる。かわいい。